ナタリア・イーホリウナ・ポポアは、ウクライナ出身の女性フィギュアスケート選手。2014年ソチオリンピックウクライナ代表。ウクライナフィギュアスケート選手権、優勝5回。愛称ナターシャでの記述もある。ウクライナで生まれたが、1歳の時に、ポポア家はウクライナを離れ、キャンベラやサンフランシスコを経て1999年に、カナダに住まった。6歳からスケートを始め、 競技会でも好成績を収めるようになりやがてカナダのジュニアナショナルチームメンバーに入った。しかしカナダ所属で国際競技会に出場することはなく2009年にウクライナに移籍、同年に初めて出場したウクライナフィギュアスケート選手権で優勝した。2011から2012シーズン、ジュニアグランプリシリーズに出場、ヨーロッパ選手権、世界選手権の代表にも選ばれた。 2015から2016シーズンは、ケ形ヘルニアと手の骨折、さらに活動資金の問題も重なり、シーズンすべての試合の欠場を決めた。学業成績も優秀で表彰を受けたこともある。A フツロウクライナ語を話すことができる。ありがとうございます。